この度メルプチが6月9日日曜日に埼玉スーパーアリーナで開かれるシングランフェスにメルプチ全員が出演決定しました。イエーイ。そしてテーマが今回ありまして、はいはい、メルプチで文化祭を作り上げろ。はい、わそれに伴ってメルプチとシンデレラフェスの取り組みで運動部と文化部に分かれることになりました。まず運動部はシンデレラフェスのステージでコピーダンスだから踊ってみたみたいな、チームシンデレラのメンバーとコラボステージで、埼玉スーパーアリーナのステージで踊れちゃう。で文化部は可愛いブースを作成してそこにファンとの交流会をすることが、文化祭とかでさフォトスポットみたいなのああいうとこを作ってファンの子と交流して濃密な時間を過ごすことができます。濃密だよ。イベントでファンの子たちがどういうものを求めてるかとかを考えたりとか意見出し合ったりとか、そう可愛いやつこういうのがいいっていうのを探したりとかっていうのでメンバーで一緒に作り上げるのが文化部。メンバーみんなには本番までに運動部でできること、文化部でできることは何かを考えてもらって本番までお互い助け合いながら完成まで持っていってほしいです。はい、次回の撮影で運動部と文化部のメンバーが分かります。で、その次回の撮影からメンバー同士で何をやるのか、どうやって進めていくのか、例えばリーダー決めたりとか、誰がそのこの曲のセンターやるかとか、をみんなで話し合って、もう本当にメンバー主体で全部進めてもらう。どっちがいいかは多分心の中であると思うから、それをみんな一人ずつ希望を聞いていきたいと思います。はい。メルプチ研究生のアリスです。私は所属したいです。自分をもう少し変えたいです。やっぱりいつもの撮影と違ってやることも場所も違うから違う自分が発見できるのかなって思っています。研究生のセルです。所属したいと思っています。せっかく作るので悔いのないようぶつかり合いとかもしたいし、なんかすごいいい作品を作りたいですね。私はにしようと思いました。みんなで何かを作り上げるっていうのはすごい楽しいことだと思うので、みんなと仲が深まったらいいなって思ってます。こんにちは、研究生のゆきなです。自分は呼びしたいなって思っています。まだ自分は今の撮影で自分の力を 100% は出し切れていないなって思っているので、このプロジェクトで先輩方ともっと仲を深めて、もっと自分から積極的に動けるようになって、このプロジェクト内だけでなく普段の撮影から自分の力を 100% 出し切ってメルプチメンバーとしてもっと活躍できる存在になりたいなって思っています。こんにちは、アーイーウナピーです。私が入部したい部活はです。研究生のカオです。入りたいなって思ってて楽しみにしててください。絶対に楽しませます。こんにちは、ココミンです。入りたいなっていうふうに思ってます。はい、私はを選びました。なあちゃんは運動部と文化部どっちに入るかというと入りたいと思ってます。自分の希望としてはなんですよね。もう生のひななんだ。こんにちは、ひななです。私は入部したいです。研究生のひよりです。はーい、こんにちは、研究生のもんです。と私は入部したいと思っています。やっぴょん。こんにちは、みなつです。入部したいと思いました。皆さんこんにちは、ミリアです。になって全力で心から精一杯頑張っていきたいです。研究生のゆうりです。私はに入ろうかなって思ってます。こんにちは、研究生のりのです。今回のシンデレラフェスでりのは選びました。リンリリのです。私が入部したい部活はです。こんにちは、リリカです。私は入りたいなと思っ てメンバーと協力して素敵なシンデレラフェスに乗ったらいいなって思ってます。皆さんこんにちは、メルプチ研究生のりかです。私が参加したい部活動はです。こんにちは、メルプチのれいなです。入部します。イエーイ、楽しみにしててください。
シンデレラフェスの運動部か文化部どっちにするかみんなそれぞれ決めていただいたと思います。じゃあ早速運動部と文化部に分かれてほしいと思います。こっちに運動部の子たち、こっちに文化部の子たちでとりあえず分かれてください。じゃあ今リモートでお話を聞いている3人も聞きたいんですけど、ゆきなはどっちにしましたか？運動部です。おお、こっちゃんはどっちにしましたか？文化部にしました。おお、みんな以外にも体調不良で今日来れなかった子もいるので名前を読み上げて、まず運動部がひなた、ひなの、ココミン、うな、せいら、ひより、ゆきな、かお、ゆうり。文化部が12人でみなつ、まほこ、りりか、りのん、れいな、まな、なな、るか、こっちゃん、アリス、りの、みりやです。まず最初運動部リーダーを決めてください。一番最初に次楽曲、踊る曲を何にするか、これを決めてもらいます。その後で誰がセンターをやるのか、もしくは自分がやりたいのか、これを今日決めるんじゃなくてみんなの希望を調査するっていうところ。なるほど。でその後に、まあ、今日じゃあ曲を決めると思うから振り付けもそれになると思うので、ダンスを実際にコピーしてちょっと練習してもらうっていうのが今日の流れです。はい、はい。で次文化部が、こちらもまずリーダーを決めてもらいます。まあ、ブースを作るっていうのが一つあると思うんだけど、まあ、それをどんなテーマにするのかとか、装飾をどうするのか、じゃあ可愛いと思うブースのデザインって何だろう、来場者が喜ぶのって席会なのかな、握手会、フリーマーケット、いろいろあると思うんですけど、そこでやることを決めて、実際にみんなのファンの子の目線でそれぞれの視点から、意見を出して話し合って決めていってもらいたいなと思います。はいはい。リーダーもセンターも選抜生じゃなきゃダメ、レギュラー生じゃなきゃダメ、先輩だからリーダーにしようとかっていうのはそんなに関係なく、まあ、これがメルプチで活躍できるとか成長できるチャンスかもしれないので、先輩後輩とか学年とか関係なく、やりたい子は立候補してほしいし、言いたいことは言っていいものを作っていきましょう。はい。リーダーやりたい人、じゃあ一旦手を挙げていただいて。はい。おお、でもなんか満場一致って感じしない？うんうん。ということでしょ、リーダーはひなたで。やったー、ダンスがでも習ったことないから、センターはちょっとまだ自信ないかもしれない。あーね、頑張ろう頑張ろう。いやもう私たちはね、ダンス歴長いですよ。そうなんですよね。ちなみに私も元 K-POP の地下アイドルな。うわぁ、私は別にあんまり経験はないんですけど、表情管理は任せてということで。決めていきたいと思うんですけど、やりたい人いますか？フリーダーいたらやりたいみたいな人は？フリーダーやりたい。あ、フリーダー覚えやりたい。うん。あ、いいじゃんいいじゃん。みんな的に誰がいるっていうのはありますか？一回シェアしてみる。せーの。そうなるよね。じゃあ頑張ります。じゃあ早速文化部で当日やりたいことを一人ずついかん、
出してみようかなと思うんですけど、れいなちゃんから順番に。チェキ会とか。なんか、思った。このチェキ会はさ、うん、一緒に撮るやつ？可愛い背景と、一緒にファンの子と一緒に撮るやつ。やっぱ私も想像してたのは可愛いブースに、うん、なんかもう写真とか写真とかで撮るっていう。わかります。逆になんかちょっと違うやつで編んでる人いる？ファンのこと、時間を決めて話す時間。あー、あーいいね。めっちゃいい。ファン見的な、なんかさ、輪投げみたいな感じでさ。確かに。そういう感じだよ。そういう感じだよ。ぽんちゃんもさ、握手会とか、可愛いブースとかでファンの子とかと、あの TikTok とか、あー、ちょっと嬉しい。何なんかあったりする？2人で一緒に考えてもいいの？いつもはなんかいくらで何枚とかじゃないですか、なんかスマホとかなら何枚かでみたいな感じで、なんか1枚だけとかじゃなくて何枚かできるみたいな。お金作っちゃう、ね、メルプチブースで使えるお金的な。ミリアちゃん何かあったりする？なんだろうね、チキ会とファンと TikTok 撮影会は多分3つ揃えていけるから、ブース的にさ、こう半分にしてみたいな、ね、ちょっと背景変えたりとかでも可愛いと思うし、じゃあお祭りのブースでやるのと何にする？ヨーヨー。おー、めっちゃいいじゃん。射的。あー、やりたいね。全部できるか分かんないけど、一旦お祭りはこの3つ、じゃあさ、撮影ブース、一番大切なのさ、背景じゃん、ね、なんかこんな感じのテーマでやりたいとか、例えば学校みたいな感じとか、確かに。はい、ピンクと水色でお祭りと分けて、で、お祭りがあのメルプチのドーナツを、それこそ輪投げをドーナツみたいにしたりとか、すごい。で、撮影をくまちゃん作ったりできないかなみたいな。確かに。すごい。こっちゃんはお祭りとかでなんかこういう風にしたいなみたいなのある？スーパーボールスクみたいな。あ、参加賞はさ、どういうのがあったら嬉しいと思う？メルプチのシールとかでも可愛い。あ、確かに。え、めっちゃいいじゃん。メルプチシールいいね。だいたいこんな感じで決まったんですけど、この風船系をどこで買うか。高校の文化祭でそれこそ写真ブースみたいなのを作ったんだけどね、その時にシーンで、あーいいね、買いに行くよりもシーンとかの方が種類がめっちゃ豊富で、ね、それこそクマちゃんのもあると思うし、キラキラとかもあるし、見てたらどんどん可愛いの出てくると思うから、ね、いろんなのもあるね。そう、だからシーンで決めたいなって思うんですけど、どうですか？めっちゃいい、ね、めっちゃいい。お祭りのやつじゃあ探しますみたいな人、うん、ナナちゃん、じゃあ撮影やりたいよって人は？あ、ひなちゃんやりたい？撮影行こうかな。じゃあ私お祭りで、はい、撮影やりたいです。撮影、私も撮影、撮影の方。じゃあミリアちゃんお祭り、やっぱこっちやりたいとか大丈夫？ミリアちゃんとか撮影やってみたい。撮影がいい、こんな感じで決定です。いいね。なんかこうチックしてもらうための案、そして1個考えたのが、じゃあこうやって準備してる動画がこれから何本続くから、そういうので切り抜きをしてもらって、TikTok とかインスタとかで載せてもらって、うちらのサイン入り色紙とか、なんかそういう系をプレゼントするとか、切り抜きキャンペーン的な、シンデレラフェス切り抜きキャンペーン的なものをして、ハッシュタグとか決めたいね、確かにね。シンデレラ、メルプチシンデレラフェス。ああ、うん、確かにか、ね、いいシンプルで、うん、そうそう、わかりやすいね。じゃあみんな、この動画からぜひ、はい、切り抜きにしてください。お願いします。一旦で動画を見ていきたいと思います。はい、はい、かっこよく。見て、無理なんですけど。早い、
ちなみに一応5時までの予定だからあと1時間、はい、この1時間でこの曲2分分取り入れなきゃいけなくなる可能性があるので少し焦り目に、はい、出せろ。だから、ね、可愛いね、このペーパーボール、うん、やっぱこのピンクのカード可愛い、うん、可愛い、だいたい揃ったんだよね、うん、いい感じ、うん、赤ちゃんもいろいろ感じです。天井がさ、いい感じです。ありえたかいコモちゃん調べようと思って、今ジャンキー調べて、コチちゃんとリノンちゃんでピンク系の風船、うちら水色系の風船を探します。でっかいハート可愛いね。水色はちょっとシンプル系、あ水色はなくて、うんうん、ピンクと白がない。ピンクと白、あ、いいね。うわ、見て、キラキラにしました。え、可愛 い, 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 いティアラとか可愛いです。あ、確かにシンデレラだったね。確かに、ティアラだって明るいから、リーナちゃんが送ったやつも可愛いね、うん、え、このさ、いっぱい入ってるこっちゃんが送ってくれた風船さ、うん、床に散りばめても可愛いよね。確かに、思いました、ね、確かに。あ、4時になりました。はい、いい感じです。いい感じ、はい、決まりました。こっちも結構アンモルっていい感じなんでいいんじゃないですか。でも、うん、先生とかもいろんなのクリアしたけど、まだこれっていうの決まったわけじゃないから、この後もちょっと悩んで次回届いたやつでお披露目っていう感じで、どれにしたかは、はい、はい、こっちゃんもエアーで、エアーでお願いします。絶対に成功させるぞ。えい、概要欄のリンクから私のチャンネルに飛べるので、皆さんぜひチャンネル登録よろしくお願いします。